あれ、森くん。ん？リー先生じゃん。こそこそ。先生、何やってんのこんなとこで。来てるだろう。何が？生命保険のセールスレディだ。なあ、なんだ。あれ、リー先生を訪ねてきてるの？もう、先週から家に来て、がん保険に入れ入れってうるさいんだよ。超健康優良な肉体美を誇るこの私には必要ないって言ってるのに、ついに職場まで。相変わらず暑苦しい人だな。入ればいいじゃん。日本人の死因第一位がガンなんだぜ。もういい年っしょ。まあ、李先生がどうなろうが知らんけどな。でもな、営業に来るのって50過ぎのおばちゃんなんだよ。もっと若い娘が、こう掛け金結構高いんだよ。胸とか太ももとかチラチラ見せつつ相手してくれるなら考えてやらんでもないんだが。うわ、最低。自分だっておっさんのくせに。でもさっき見たそれらしい人はアイドルにいそうな若い娘を連れてたような。 AKB の。あ、な、なに、新人の教育中なんじゃ。うわっ、キャー、あれ、どうしたの。ウサインボルトばりに全力疾走していったけど。まあ、先生の邪魔欲望はさておき、事件簿的には生命保険といえば保険金殺人っすね。そうだな。なになに、何か変わった事件があるの。家族、友人、知人、いろんな立場の人が身勝手な金銭欲の犠牲になってるけど、中でも得意なのが佐賀県で起きた佐賀替え玉保険金殺人事件だな。替え玉といえばラーメンよね。九州といえば豚骨っすね。ちげえよ。どこが変わってるの。保険金目的の犯行の場合は保険金をかけた相手を事故や病気に見せかけて殺してしまうのが普通だよな。そうっすね。殺人で普通ってのもなんすけど。でも佐賀のケースはある点で他の保険金殺人と異彩を放っていた。1981年、昭和56年1月22日の真夜中、佐賀県東松浦郡肥前町現唐津市の唐津警察署に星加工で当て逃げ事件との110番通報が入った。海に転落した車が引き上げられると、中には男の水死体、所持品の名刺から遺体は福岡県小倉の水産会社社長酒井隆当時42歳と判明。警察は遺体の損傷具合や現場に残された遺留物などから、これが事故ではなく事故を装った殺人だと断定する。どうして。胸部の刺し傷が致命傷だと思われたんだが、遺体の顔が鈍器のようなもので殴られ、見分けがつかないほど潰されていたからだ。うわ。直ちに佐賀県警と福岡県警による合同捜査本部が設置され、家族に連絡を入れると。大変お気の毒ですが、ご主人らしき人が早朝真っ先に遺体の確認に駆けつけたのは、同社勤務の実警とその長男、それに二人の従業員たちだった。早く確認させてくれっちゃ。それが、警察は奥さんから自分が行くまで誰にも見せないでくれと言われてたそうだ。なんで。後にそれが事件の重要な鍵になるんだ。やがて妻組41歳とそれに付き添った同社秘書で海に転落した車の持ち主島田陽子43歳が警察に到着。遺体を見た兄と従業員たちは、こりゃ弟じゃないばい。うん、社長じゃないよな。身元を否定したが、いえ、主人に夫に間違いありません。ええ、そやけ、私もそう思います。社長です。奥さんと私が見間違えるはずがありません。おお。普段家庭と仕事で被害者の最も身近にいた二人にそう言われてしまうと、皆も認めざるを得なかった。そうして自殺ではなく殺人事件として捜査を始めた警察は、まず暴力団の関与を疑った。え、なんで。被害者の酒井は事件から6年前に脱サラして鮮魚の仲買会社を設立し、明朗快活で人当たりも良く、地元では仕事熱心な人として知られ、順調に事業を拡大していたそうなんだが、事件前年記録的な冷夏が訪れ、養殖していたハマチの稚魚が全滅。酒井は会社の運転資金として漁協や消費者金融、今でいう闇金などから借金をし、その総額は2億8000万円にもなっていたそうだ。そりゃでっかい金額っすね。これを機に酒井の会社の経営が傾き始め、借金が雪だるま式に増えていった。酒井自身も何とか返済しようと金策に走り回っていたというが、
奥さんの証言によれば、その取り立てに暴力団が自宅を訪れたりもしていたらしい。典型的な転落パターンっすね。そして事件直前、酒井は2億円以上の保険金を自分にかけ、行方をくらましていたことが分かった。そりゃ偽装殺人を疑われてもしょうがないっすね。さらに警察は意外な事実を知る。何何？事件当日に秘書として身元確認に妻とやってきた女性、陽子は単なる秘書ではなく酒井の愛人だったんだ。まあ、酒井は仕事熱心な一方で浮気癖もあって、北九州のスナックでホステスをしていた陽子を口説いて愛人関係になり、やがて秘書として自分の会社に雇い入れた。はあ、よくあること。あるといえばあるっす。ちょっと組合に行ってくるよ。驚くことに妻の組は会社の事務を担当していて、夫と陽子の関係を知りつつ黙認していた。奥さんと愛人が同じ会社に勤めてたの？度量があるというか無神経というか。もともと陽子は既婚だったが、7年前に夫が失踪、警察に届けるも行方は分からず死んだと認められていたそうだ。その人がなんで一緒に遺体の確認にやってきたの？私なら嫌だな。奥さんと仲良かったの？良かったかどうかは分からないけど、女性陣の人間関係と同じく事件もここから複雑になる。妻久美は暴力団による取り立てがあったと証言していたが、近隣の聞き込みではほとんどそういった証言は出ていなかったんだ。奥さん、何か隠してる気がしますね。てかあからさまに怪しいんだけどね。証拠がないんすね。だが女たちの証言は次第にほころびを見せ始める。事件翌日の昼に鑑識班が車の残留物から事件に関わったもう一台の容疑車種を特定し、警察は犯行の手順として何者かが酒井を殺した後に車に乗せ、その車を別の車で押して海へ転落させた後に逃走したとみた。さらにその翌日、容疑車両の特定を急ぐ捜査本部にさらに驚くべき情報が飛び込んできた。展開早いわね。福岡県のレンタカー会社に容疑者と同じ車を借りていた人物から車が盗まれたと連絡があったんだが、その人物というのが妻久美の実弟だったんだ。姉ちゃんに頼まれて20日の夕方借りに行ったっちゃね。奥さんの弟？返却時間を過ぎても連絡がないので延長した後、姉から路上に止めていたら盗まれたと電話があり、レンタカー屋が警察に盗難届を出したんだ。転落車両は愛人、容疑車両は妻、そしてかけられた保険金の受け取り人が妻となれば、そりゃ疑わずにはいられないわよね。二人への集中した取り調べによると、二人とも事件当日のアリバイがあった。その日、久美は陽子と二人で墓参りのため福岡市内へレンタカーで向かっていたところ、運転していた陽子の体調が悪くなったので久美の自宅に戻り、そのまま止め、陽子さん。未明に唐津警察から事件の連絡があり、二人でタクシーに乗って警察署に行ったのね。当然陽子の証言も久美と同じだったが、しかしレンタカー盗難の経緯については二人の証言が微妙に食い違っていたため、そこを突っ込むと黙ってしまう。やっぱり怪しい。つうかほとんど決まりっしょ。捜査本部も当然そう考えた。二人とも事件に関わっているのかも。そこで事件当日のレンタカーの動向を調べると、佐賀市内で起きた別の事件で貼られていた検問で容疑車両がチェックされていた。やっぱり嘘ついてたのね。さらに事件4日後、二人が乗ったというタクシーの運転手が見つかりました。何？タクシー運転手によれば、その夜妻と愛人の他にベレー帽をかぶった男性が途中まで乗っていたという。第三の男の登場ね。果たして福岡市の外れで降りたというこの男は一体何者なのか。なんかカサスみたいになってきたわね。奥さん、一緒に乗ってた人のことなんで黙ってたの？すみません、あの人は陽子さんの知人で、言えば迷惑がかかると思って。一方愛人の陽子は、奥さんの知り合いだって言ってましたけど詳しいことは聞いていません。どちらかが嘘をついているか、あるいは二人とも。事件から5日目、必要な取り調べに観念したように陽子が重い口を開いた。タクシーに一緒に乗っていたのは失踪した私の夫です。7年前に自殺をほのめかす書き置きを残して失踪し、死亡扱いとなっていた陽子の夫だったが、実はしばらく経ってから陽子のもとに連絡があったのだという。だが夫が生きていると分かると手当を受けられなくなるため警察には届けてなかったというんだ。そんなのってありっすか。唐突すぎるわよ。そして今回の保険金殺人を妻久美と計画した際、死亡したことになっている自分の夫に実行役を依頼したというのだ。おお、まさかの隠しキャラが
実行犯。マジっすか。衝撃の自白に警察も世間も騒然となったのは言うまでもない。そりゃそうっすね。じゃあ実行犯の元夫はどこに行ったの。それが目撃情報はタクシーの運転手のみで、久美も陽子も知らないと言って足取りがつかめなかったんだ。何かまだ隠してるっぽいわね、ハキ。鋭いな、さすが先輩。先輩言うな。俺じゃねえっすよ。そして事件から6日目、奥さん、死んだご主人に申し訳ないと思わんかね。もう隠してることみんな言って楽になろうや。すみません刑事さん、夫は主人は生きちょります。そうか、じゃあ早く成仏させて。さらにさらに、その事実が報道された直後、国鉄新島の関駅で列車に飛び込み自殺した男がいた。その男こそ坂井隆本人だったんだって。あれ、そうなんだ。驚かない。いや、まあ、あんまり驚きが連続すると感覚が麻痺して逆に驚かなくなるわね。あ、そう。駅のホームには靴とともに捜査本部長に宛てた便箋14枚にわたる遺書が置かれていたそうだ。なんて書いてあったの。てか結局誰が誰を殺したのよ。それら全ては遺書と女たちの自供によって明らかになった。事件の全貌はこうだ。膨れ上がる借金の末に追い詰められた坂井は、事件前年の年の瀬に自殺を試みたが死にきれず、自暴自棄になった彼はやがて。そうじゃ、何も俺が死ぬことはないんじゃ。誰か俺の代わりに殺して、保険金が下りれば全部丸く収まる。身勝手ね。犯罪者特有の論理っすね。それだけ追い詰められていたとも言えるけど、その計画をフミとヨウコに打ち明けた坂井だったが、最初は二人ともまるで取り合ってくれなかったという。そりゃそうっす。当然よ。だが再三の訴えに渋々ながら坂井の計画に同意する。ダメじゃん。さて、身代わりをどうするか。坂井は町へ出て替え玉になりそうな男を物色するが、知り合いだとやっぱりやりにくいな。なかなか見つからずに犯行の当日、今日が最後と決め、陽子と一緒に福岡の競輪場を訪れた。そこで坂井は年格好が似ている M、 40歳という男に目をつけ声をかけた。その日初めて会った人なの。身元がわからないのも通りっすね。坂井はギャンブルの予想を肯定でさりげなく接近し、レースが終わると家まで送ると車に乗せ、途中小倉の自宅に寄り、妻に借りさせたレンタカーを陽子に運転させた。奥さんは？犯行時は家にいたそうだ。2台で福岡に向かう途中、 M を食事に誘って酩酊させると、すっかり気を許した M は車内で寝入ってしまった。坂井は福岡市の長浜海岸へ向かい、ここで殺害を実行しようとしたが、他の車があり断念。ここで一旦目を覚ました M だったが、坂井が取り出すと再びうつらうつらし始めた。そこで変だって思ってれば。しばらく時間を置いて同海岸に戻ると、すでに人影はなく、いよいよごっくり。坂井はロープで M の首を絞め、胸をナイフで刺して殺害すると、バットで顔面を何度も殴打し、顔がわからないようにした。やっぱりスプラッターなのね。その後トランクに遺体を入れて佐賀に戻る途中、県境で警察の検問を通過。そこでレンタカーのナンバーをチェックされてたんすね。レンタカーを港に停めると、坂井は遺体を陽子の車に移し、1キロほど離れた農道まで行くと、そこで自分の着ている服を下着までそっくり M に着せ替えた。そして事故に見せかけるため、 M を運転席に乗せて助手席から車を運転、岸壁から落ちる寸前に車から飛び降りた。映画みたいっすね。ところが現実は映画のようにうまくはいかなかった。どうしたの。係留用のロープに引っかかって海に落ちなかったんだ。焦った坂井が後ろからレンタカーで追突すると、車はようやく海中に没し、そのまま二人は現場から逃走。その後 M の服を捨て、
福岡の港まで行ってレンタカーも海に沈めた。ここまでは守備よく行ったようにも思えるっすね。だが最後の詰めが甘かった。犯行後の午前3時に警察から遺体の確認をしに来てほしいと連絡が入ると、唐津署へタクシーで向かった久美と陽子の二人は、証言の口裏を合わせるため酒井と落ち合い、綿密な証言の打ち合わせをしてから警察へ向かったんだ。つまりタクシー運転手が証言した同乗した男って酒井本人だったんすか？酒井自身はその後偽名を使って借りた福岡市内のマンションに潜伏していた。じゃあ愛人が殺人を依頼した失踪した夫ってのは？それは彼女が苦し紛れについた嘘の証言で、夫は失踪したまま見つかっていなかったんだ。そんな底の浅い嘘なんてすぐにバレちゃうのにね。少しでも捜査を攪乱しようとしてたんすかね。妻の自白をニュースで知った酒井は早速逃げられないと悟り、遺書をしたため列車に飛び込んだ。その遺書にはこう書いてあったそうだ。一日も早く名前もわからない人ですが探し当て、ご冥福をお祈りしてあげてください。この方にも家族がいると思います。何とお詫びしていいかわかりませんが、せめて私の命に代えてお詫びさせていただきます。酒井の自殺を警察から伝えられた久美は思わず、私が死にたかったと漏らしたらしい。殺しちゃってからそんなこと言われてもねえ。二人はその後どうなったんすか？裁判で愛人の陽子は殺人の共犯として懲役7年、妻の久美は殺人を幇助した罪で懲役4年の実刑が下された。身代わりにされた人の身元は分かったの？後に判明はしたんだけど、すでに酒井として弔われていて、本来の葬儀の際には遺骨すらなかったそうだ。さらにこの事件では佐賀県警による致命的な失態が判明した。まだあるの？遺体確認の際に妻の言葉を鵜呑みにして、遺体と本人の指紋照合すら怠っていたんだ。判別も困難な顔を一見して酒井だと断言したことを怪しいと思うべきだったんだが、そりゃ職務怠慢ってレベルじゃないっすね。その時にきちんと身元を確認していたら、最初から替え玉殺人として捜査され、少なくとも酒井の自殺は防げていたかもしれないな。真相を知ってから考えればっすけどね。実は2000年平成12年6月にも名古屋でこの事件に告示した替え玉保険金殺人があったんだが、見ず知らずの人を身代わりにした？いや、こちらの場合身代わりに殺されたのは主犯の知人だったけど、1週間以上も被害者が替え玉と気づかず、犯人は2週間の潜伏の後逮捕され、俺も佐賀と同様収監されていた警察署のトイレで首を吊って自殺した。そこまで同じとは。しかしこういう事件を聞くたび自分いつも思うんすけど、何を？何人もの人間が関わってるのに計画の途中でやめるって決心することがどうしてできないんすかねって。そうよね。感情的になってやった突発的な殺人じゃなく計画的な犯行でしょ？自殺して詫びようっていう考えができるくらいなら、自分がやろうとしていることがどんなひどいことなのか想像できそうなもんすけどね。え、俺もそう思うけど、平成になってからもニュースになった保険金殺人だけで5件起きてるし、欲望に取りつかれ切羽詰まった人間は正常な判断を。のに騙したな。リー先生、いっけね。じゃあ俺は失踪するから、また明日。アイドルどころか営業トップのオバハンだったぞ。こちら秋葉営業所のセンターって言われてるのよ。はあ、なんだかんだで高い契約結ばされちゃったじゃないか。給料安いのに。欲望に取りつかれた男の末路は悲劇しかないんすね。